はい、カジキのトマト炒め作ります。塩するのでは作っていきます。トマト1個半分に切って種をのけます。入れてあとは普通に切っていきます。長ネギ2分の1本斜め薄切り、みょうが1個粗みじん切り、カジキ3センチ角ぐらいに切ります。料理酒大さじ1入れます。塩コショウを振って10分ほど置くということ。はい、これで10分置きます。バットに小麦粉を適量出しておきます。水気を拭いて小麦粉まぶします。わらび餅みたい。フライパンにサラダ油大さじ1熱します。カジキをしっかり入れて焼き色をつけていきます。蜂蜜大さじ2分の1、酒大さじ2分の1、酢大さじ2分の1、醤油大さじ2分の1。はい、でこれ混ぜます。みょうがを加えてこれで混ぜておきましょう。焼き色ついたので長ネギを加えて炒めていきます。ネギがしんなりしてきたトマト入れます。焼きつけるようなイメージ。これに先ほど作ったタレを入れてさっと絡めた完成で盛り付けます。今日の昼食です。サンタントマトの冷製スープ、それとカジキのトマト炒めです。いただきます。めっちゃ美味しそう。